猫と人の幸せをつなぐハートフルコミュニティにゃうにゃう。絶滅しそうだったターキッシュアンゴラ。トルコで自然発生したターキッシュアンゴラ。長毛種の中では歴史も古く、トルコの生きる国宝とも呼ばれ、自然発生したことを尊重し、他種が祖先だとターキッシュアンゴラとは、認められません。ターキッシュアンゴラの頭数はとても少なく、その頭数を増やそうとペルシャ猫との交配が、行われましたが、ペルシャ猫の体格に偏ってきてしまい、ターキッシュアンゴラの面影が薄れてきてしまったので、シャム猫との交配で、元のターキッシュアンゴラの、体型に戻り、現在のターキッシュアンゴラになりました。一時は危うい状況だったターキッシュアンゴラに明るい兆しが見えたのは1950年のこと。トルコのアンカラ動物園で保護飼育されていた個体が、アメリカ軍人の手により、渡米したことです。そこから、上記に記した交配が行われ、CFA、愛猫家による団体に登録されました。ターキッシュアンゴラの、アンゴラという名前が、トルコの首都、アンカラ、から由来された名前です。マヌルネコから進化した猫。ターキッシュアンゴラは、マヌルネコから進化した小型の猫と言われています。え、マヌルネコ、と思う方のために、写真を用意しました。こちらがマヌルネコちゃんです。矢印、うからからん。似ているような似ていないようなショー。でも、このマヌルネコ、猫科では最古の生き物と言われています。今回は無難な表情の写真を選びましたが、なかなかユニークな表情をする動物なのです。気になる方は検索してみてくださいね。エレガントな外観以外の特徴は、写真を見てもお気づきの方もいるかと思いますが、顔の形が丸顔というよりは、少し面長な形です。紐の色は白が主流ですが、他にも色々なパターンがあります。現在では黒や縞模様などもいるようですよ。また少しイメージが変わるでしょうねから。毛の手触りはシルクのようにツルツルしています。ちなみに個体にもよりますが、鳴き声は高めです。そんなに声も大きくはないので、耳をつくような鳴き声ではないでしょう。気難しそうに見えるけどどんな性格？
歌いながら歩く猫とも言われるほど自由気ままを好みます。自分のペースがあるので家の中でも自由に歩き回れるように配慮が必要です。キャットケージなどでお留守番をさせることはストレスになってしまいます。この話の流れだと自分勝手な性格かと思われがちですが、実はそれも違うのです。愛情深いところもあり、飼い主に従順で頭も賢いです。そして意外にも運動能力が高く、キャットタワーなどでの上下運動が好きで活発に動きます。しかし他の猫との同居は苦手なので単独飼いが向いています。本当に歌いながら歩いてくれたら動画サイトで人気者になりそうですね。ターキッシュアンゴラの価格は、ターキッシュアンゴラの販売価格は子猫価格で30万円程度と言われています。しかし日本ではまだまだ頭数が少なく、ペットショップで取り扱っていることも少ないので、購入を考えているのであればブリーダーさんがおすすめです。